ジェフリーリンはイングランド出身のミュージシャン、シンガーソングライター。同国のロックバンド、エレクトリック、ライトオーケストラのリーダー。50年以上のキャリアを誇るマルチプレイヤーで音楽プロデューサーとしても有名アーティストの作品プロデュースを手掛けている。1986年のエロのライブ1960年代に活動したロックバンドアイドルレース、ザムーブを経て、 1970年からエレクトリックライトオーケストラとしての活動を開始した。その後、エロのリーダーとして1970年代から1980年代にかけてテレフォンライン、シャインラブ、ザナズなどにより、エロは一時期はギネスブックに最も多くの全米トップ40ヒットを飛ばしたグループとして紹介されていた。バージングループ初の映画、エレクトリックドリームの サウンドトラックへ2曲参加している。熱狂的なビートルズファンであり、ジェフリンの自宅のレコード棚には、ビートルズとバルトークのレコードしかないと英国の音楽史に書かれたことがある。また、プロデューサーとして、数多くのアーティストを手掛けており、1980年代後半以降、デイブ・エドモンズ、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スター、ポール・マッカートニー、トム・ペティ、ロイ・オービソン、 デルシャノンなどのプロデュースを手掛けている。1995年から1996年にかけてのビートルズアンソロジープロジェクトでは、ジョージの紹介で新曲のプロデュースを担当し、敬愛するビートルズとの共演を果たした。1988年に、ジョージ・ハリスン、トム・ペティ、ボブ・ディラン、ロヨー・ビソンと共に覆面バンド、トラベリング・ウィルベリーズを結成した。ソロ名義のアルバム、 アームチェアシアターも発売している。また、2001年発表、エロのアルバム、ズームは、リチャード・タンディなど一部オリジナルメンバーの客演はある。ものの、事実上、彼のソロ作品である。その後も、プロデュース業を行いながら、自身のエロ作品のリマスター、セルフカバーアルバム、2012年には、ソロ名義で、全曲カバー曲の、ロングウェーブなどを発表し、定期的に活動を行う。 2015年、リチャード・タンディさ参加のジェフ・リンズ・エロのアローン・イン・ザ・ユニバースを発表。2015年、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームを授与。2015年、グラミー賞にて、エド・シーランと共に、エビ・ルーマン、ミスター・ブルース・カイを演奏。2017年、エロがロックの殿堂入りを果たす。2019年、リチャード・タンディさ参加のジェフ・リンズ・エロのフロム・アウト・オブ・ノー・ウェアを発表。 2020年、エリザベス女王の生誕日にて、OBE を授与。Do in that crazy scene, going Go in, down to Rio, video, soon hour later, every little scene, I am born, lift me up, silence, borderline, arm chair theater, arm chair theater, long wave, long wave, all this and all to, original soundtrack. エレクトリックドリームス。オリジナルサウンドトラック。ロビン・フッド。プリンス・オブ・シー・ブス。オリジナルサウンドトラック。リッスン・ツーメ。バディ・ホリー。アメリカン・ハッスル。オリジナルサウンドトラック。ザ・アート・オブ・マッカートニー・アイドル・レース・ザ・ムーブ・エレクトリック。ライト・オーケストラ・トラベリング・ウィルベリーズ・ジェフ・リン・ゼロ。ないわ。曲名。名は。アルバム名。ありがとうございます。